数学と進化の偉大な関係、解説します。数学は難しい、そう感じる理由が、人間が生物である以上仕方ないものだとしたら、その可能性を示す本が数学が今の数学になるまで、この動画を見れば数学と人間の進化の関係がわかります。数学が苦手な人はぜひ見ていってください。数学が今の数学になるまで、一言で言えば数学を人間進化で考える話です。進化の視点から人間の歴史や能力を見直す、こうした話はここ10年流行っています。英語の現代はマセマティックス&ザリアルワールド、数学と現実世界、数学の創造において進化が果たした注目すべき役割、人間を含む生物が生きるリアルな世界と数学はどう違うのか、数学は進化に必要だったのか、だとしたらどこまでがそうなのか。著者はイスラエルのワイツマン科学研究所の教授、数学専攻です。にもかかわらず数学が役に立たないことをネタにしたジョークを好んでいます。彼のお気に入りはこれ、気球に乗って迷子になっている旅行者がいました。地上にいる人を見かけ声をかけます。おい、私たちは今どこにいるんですかね。そうですね、気球の中にいるみたいですよ。もしかしてあなたは数学者ではありませんか。一体なぜそう推測したのでしょうか。回答は正しい、不確かなことを言わず事実を言うけれど何の役にも立たない、それが数学というジョークです。これは本書のスタンスをも示すものです。つまり正確な数学は進化の必要を超えている、石器時代200万年長いスケールの生存では必要ではなかった、進化の必要性を超えて数学は発展してきた、だから現在学校で教えられている数学は難しい。そもそも僕は進化という観点から数学を考えたことがありませんでした。なのでこれは新鮮な視点です。でも言われてみると納得するものがあります。もし高度な数学が言語と同様に進化に組み込まれたものだとしたら、そうだとしたら教えられずとも誰もが数学が得意になっているはず、現実はそうではありません。数を数えるところまでは大多数の人が行く、中学や高校から苦手になる人はそれなりにいる、それはむしろ自然なことだ。数学のハードさを肯定してもらえて自信が持てる話です。高度な数学を学ぶには相当な工夫をしなければならないわけです。数学的能力はどこまでが進化的に必要だったのでしょうか。その全てが役に立たないわけではありません。特に数を数える能力、これは多くの動物に備わっているようです。動物学者オットー・ケーラーはある種の鳥が個数を識別できることを証明しました。一列に並べた種を二つ置きに選ぶように鳩を訓練することができる。しかしどんな動物でも多くても7までの数までしか識別できないようです。電話番号の7桁を暗記するのって大変ですよね。人間が短期記憶できる情報は7プラスマイナス2くらい、これはミラーの法則と呼ばれます。人間が生徳的に持つ能力は赤ちゃんの観察研究で調べられています。小さな数を数えること、量の多さを比べること、そういう能力は小さな子供にもあるようです。さらに著者はパターン認識する能力が進化において必要だったと考えています。例えば2、4、6、8と並んでいる数字の列がある、次に来る数は何か、これなら答えられますよね。2、4、6、9、これだとどうでしょう。ヒントは月、答えは11です。月末が31日でない月は西向く侍です。理不尽だと思いましたか。数の列自体にパターンは存在しません。でもパズルや問題という状況ならパターンを見出そうとする、その傾向には数学的正確さは関係ありませんね。著者は正確な数学は人間の生徳的なものでないと言います。つまり論理的に厳密に考えることは生まれつき備わった能力ではない。パターン認識の例は正確さをむしろ外れたものです。数学では全てのという言葉を使います。例えば全ての正の整数は素数の積で表せる、常に例外なく起こり得ることを考える、
生物として考えると奇妙であることに気づきます。例えばサバンナの中で虎に出会ったらどうするでしょう。逃げますよね。論理的に考えれば全ての虎が危険というわけではありません。でも虎に出会った時に思考を巡らせていた人間は亡くなる可能性が高いです。するとその能力は残らなくなります。高い確率で起こることと例外なく起こることは区別しにくい。数学では全ての形式の主張は一個でも例外があれば間違いです。しかし進化的にはそんなに極端には考えなかったでしょう。他にも否定文の理解しにくさが挙げられています。全ての犬は緑色ではない首輪をつけている。わかりにくいですね。大学数学の文章はこうした文をより複雑にしたようなものです。論理的な文章は誰にでも読めるよう書かれているとしばしば言われます。しかしそれは人間にとってわかりやすいとは限りませんね。歴史的にはギリシャの数学の特殊さが挙げられています。現代の数学では証明や論理は数学と切っても切り離せないもの。しかしそれはギリシャ以降のものでしかありません。例えばバビロン、エジプト、中国などの古代文明にも数学の形跡はありました。ピタゴラス数の実例を多く発見した例もあります。しかしそこには例があるのみです。証明しようという発想は例外的にギリシャで見られたものでした。証明は数学をするのに必須ではない。インドの魔術師と呼ばれる数学者ラマヌジャン、彼は数学の公式集から独学で数学を学んでいました。そのためヨーロッパの数学証明の必要性を知らなかった。数学はヒンドゥー教の女神が教えてくれる事実だった。そこに疑いはないわけです。奇跡がくれた数式、ラマヌジャンの数学と人生を描いた映画で僕のお気に入りです。ぜひ見てください。人間には正確な数学をする能力が備わっているわけではない。これを踏まえてどう数学を学ぶべきなのでしょうか。著者は数学には多様な側面があると言います。つまり正確さや厳密さは数学の一つの側面に過ぎない。学校の数学では生徒が正しく問題に答えられないとその数学を理解していないとみなされがちです。しかし著者はこの不寛容さは有害だと言います。これは正直驚きです。僕は学校やテストが学びのすべてではないと思う方の人間のつもりでした。それでも後藤の指摘が有害になる視点はありませんでした。でも今までの進化の話を踏まえると確かに数学は正確さにこだわりすぎているとは思います。数学は小さな計算ミスですら0点扱いになりうる。人は誰でも間違えます。間違えるからといって理解していないとみなすのはやりすぎですね。集団評価の効率化に合わせて適切に評価がされなくなるのは悲しいことです。数学教育の目的はまず第一に生徒が楽しく学ぶこと、そして数学を学び続けようと思う人をくじけさせず数学への興味を起こすこと、そう著者は言います。そのためには数学という科目にはより広い視野が必要。現状では問題と回答の塊になってしまっている。より具体的にはカリキュラムを改善すること、つまり数学を論理的に学ぶのは難しい前提に立つことですね。日本で言えば中学以降の数学を考え直す必要はあるでしょう。僕個人としてはより論理を明示的に教える必要性を感じました。数学の文章の読み方、正当性を検証する読み方、きちんと教えずにできる人が増えるのは期待できません。苦手なことが認識できれば教育でやりようはありますね。人間の基本的な能力は進化の賜物。簡単な数の扱いは誰でもできるけれど現代の数学は難しい。数学的思考なるものは存在しないといった過激に見える主張も書いてあります。読書が好きな人は数学が今の数学になるまでをぜひ読んでください。概要欄に Amazon へのリンクがあります。